イーダボムってさ、悲しそうな顔してるよね。顔泣いてんじゃん。はい、どうもライです。この間、イーダボムについての動画を少しね、出したんですけども、実は、そこのコメント欄に、イーダボム強すぎとか、めっちゃ濡れるとか、明らかになんかもう、パワーバランスが崩壊してるみたいなコメントがね、結構あったんで、今日は、まあ、僕もちょっと思ったんですよ。僕もちょっとこれ強いなと思って、縄張りで、こんなこと起こると強いなと思ったので、ちょっともう一度、前に撮ったネルス像の動画で、ここすごかったんだねってところを、ちょっともう一回見ていこうかなと思って、今からみんなは、俺と一緒に見ていきましょう。はい、ということで到着しました。まあ、動画自体は前の動画なんですけども、まず一つ目ですね、ライトがついてます。光ってるじゃないですか。この、ライトがついてるので場所がわかる。あとね、サーマルインクみたいになってるんだよね。どこにボムがあるのとかは、わかるんじゃないかなと思います。次、塗りを見てほしい。どんくらい塗れるかですね。今、撃ってから落ちちゃったから分かりづらいと思うんですけども、ネルス像の後頭部？後頭部まで塗れたんですよ。見た目の塗りが強いのってなんか、もう分かるじゃん。だからちょっとマップ見てほしいんですよね。今、ボムを壊してるところなんですけど、マップ見ると、マップ今まだ白い状態なんだけど、でかい範囲で赤くなるから、このネルス像自体も結構でかいと思うんだけど、塗りも強いんだよ、でかいんだよ。ちょっと早送りすると分かりやすいと思うから、早送りしてみます。実際バトルで使うとなると弱体化されて使われるのかわかんないんですけど、まあ、最後のフェスなんで、もしかしたらもうイダちゃんのボムだし、このまま出るかもしれないんですよ。そうなったらもう、縄張りどころじゃない。大変なことになる気がする。はい、ということで、ちょっと今日はイーダボムに対して、焦点当ててみました。ご視聴ありがとうございました。